化粧と旋回風のギリー毎日テンション高いねって思うかもしれないんですけれどもテンション高く明るくやっていかないとダメでしょう結構私は感情が出るタイプなんですけどね感情が出るタイプなんだけど嫌なことがあったら それくらいに思っていかないと人生山あり谷ありそんな感じでいってみないと検証運がね人よりもまああるあるんだよ当たるんだよとにかく私がっていうことはですよ多少嫌なことがあったとしてもその分検証で当たってるんだよぐらいに思っていかないとやってらんないよマジに。 はい、こちら。何これ。ラーメン。え、ラーメン、なんで、なんで伊藤ハムがラーメンなの意味がわかんない。これどこの菊水なんだけど、なんでまあ、これ入ってたよ。お土産に。あの、伊藤ハムの検証で、伊藤ハムの検証で、まあ、当選のやつは、特に言わなかったんですけれども、当たったやつ言わなかったんですけれども、えっと、伊藤ハムのやつで、なんか、 あの工場見学のやつが当たりましてですねこれなん久々にもっと行ってまいりました何回か行っていてこのこれも何回かもらってるんですけども最新版最新版なのかな、まあ、毎回なんかの検証で当たって工場見学行くとこれをもらえてで、えー、大体が糸ハムってなんかねジャビなんだよジャビの あのー、試合観戦して1日終わるっていうパターンとかがあるんだけどまああのー、今回は、うん、まあこういうこれはんかねクイズみたいよ、ね、クイズクイズ伊藤ハムのロゴマークここ分かんない人いないでしょこれでしょ ハムソーセージに多く含まれる五大栄養素もう一つはタンパク質はい伊藤ハムアルトバイエルンのケーシリングはどれでしょうか羊の腸ライオンの腸なんてあんのかよ馬の腸とか伊藤ハムアルトバイエルンの原材料はどれでしょうか豚 豚で「しょうよでロースハムは豚のどの部位でしょうか?あ」あここなんだえここ東急ストアのロゴマークはそれはわかんだろうこれ東急ストアサミットライフ、ね、これあのスーパーのログマークを、えー、8分割のですね8番分割のフラッシュカードに貼って。 で東,急えー、東急ストア東急ストアサミットあとサミットストアってした方がいいのかな東急ストアサミットストア、えー、とライフコーポレーションとか,か正確に言った方がいいのかな名称普通に言う名称を言った方がいいのかな,なんかいろんなことをインプットするのにあのフラッシュカードで子ど,子どにはねとにかくあのしゃべり倒す方が いいと言われているので、私はものすごいなんか子供になんかあの喋ってましたよ、喋り倒してましたよ。そしてこちらの、えー、なんかガチャガチャがあって、もうなんか笑っちゃってこれ全然爺さんに見えないんだけどこれあのありましたよ。これまず、えー、とあのセルリアのところで集合してでイハムのこの柏工場にい 連れてってっもらってで,イハムで工場見学をして、まあこう,こ,う,こ,うこれ企業秘密かなんかよく分かんないですけど多分すごい重要なやつは多分これくれないでしょうね。まあ、これいただいてはいあの糸浜を勉強しそしてあのソーセージ作りあれね 意外と手作りでやったらすげえおいしく感じるかもしれないんだけど作りたてがおいしいとかそういうわけじゃないんです,すごいスパイスとかの調合とかなんかそういうのがなんか出来たてだからといってすげえおいしいってわけでもなくなんかものすごいでっかいぐるぐるしたやつ見してもらってたりとかあと自分でなんかその腸に詰めたりとかうん。 ししてて作ったりとかしてで伊藤ハムのななんかなんだろう食堂みたいななんかあのガチャガチャとか置いてあるところでなんかあの伊藤ハム商品を中心としたなん,かあのなんか食べ物を振る舞っていただいてみたいなそういう流れですでもらった最後にもらったお土産がこちらみたいな。なんかさ土曜日とか日曜日なのに最近あんま検証。 と検証がないんだよ何だろうちょっとちょっと検証なくないですか、まあ、無理やりの、えー、きに行って検証とかを覗きに行ってもスーパーに大した検証がなくて、まあ、それよりも4月1日からの物価高騰にもう本当になんかあの気持ちが萎えるぐらいな感じもうこのまんま検証にあの邁進してていいんだろうかって思うぐらいなんかちょっと萎えるぐらいの。 物価が高くくなるとびっくりし,し,してますよマジにやばいわ何これハムンベキャラでわかる栄養素と食品添加物あそうですかこ,うこんな食品添加物のことをやっていいんでしょうかハムの仲間うんロースハムプレスハムショルダーハムベリーハムラックスハムボンレスハムああ プレスハム、はあはあはあ、肉と肉を寄せ集めていてあと豚,豚くん食べるのちょっとあのごめんなさい最近私よく豚くん見てるんですよあ牛じゃないの多分牛最近見てない最近見てるのは豚浮気したの何かあったのいや違います単純に豚飼ってる人が豚を見せてくれてるんで豚くんがご飯食べたり豚くんが寝てたらかわいいんだむちゃくちゃ豚くんブーって言うんだよ。 ブーっていうの,あのマイクロ豚っていうのがいてマイブクロ豚って30万ぐらいらしいんだけどそれを買って多分ねマイクロ豚飼うためには部屋が一部屋ちゃんとないと結構きついと思うわちょっとうちは無理みたいなああの豚小屋みたいなんですけどね豚小屋なんだけど豚を飼うのはちょっと難しいみたいな多分飼ったらダメでしょ多分。 ハリネズミとかぐらいだったら全然いいハリネズミは絶対大丈夫だって泣かないもん基本的に桜はない私桜の声聞いたことないよマジにあの人全然泣かないからケンタとかサユとかは聞いたことあるケンタは猫みたいな声「にゃー」ってあのよくサユに噛まれた時とかに「にゃー」ってなんか今猫みたいな声聞こえたんだけどみたいな感じでそうするとサユに噛まれるっていう感じあとサユは ピーってなんか鳥みたいな声で泣いたりとかしたのを聞いたことがある。でもピーちゃんってピーって。なんか多分それなりの年齢になった時にちょっと異性が恋しくなった時に泣いてるのかなとかの気持ちは全然分かんないですけど普段は全然喋んないしひたすら一人で寝てる。 っていうのがハリネズミなんで見た目が超かわいいんだけど一日の24時間のうちの20時間以上は寝ててほぼ昼夜逆転なんで、まあ、一緒に愛まみれることがま,まみえることが困難なあのまだ昼夜逆転なんで例えば真っ暗な時にガラガラガラ,ラって起きるっていう動物なんでコミュニケーションはなかなか難しいかなと。でうずらはうるせえマジに。これはね多分 一軒家の結構もうなんだろう大草原の一軒家とかだったら絶対大丈夫なんだろうけどひしめき合ってる一軒家ぐらいだったら多分きついんじゃないですかひしめき合ってる一軒家ぐらいだと厳しいと思いますようんうずらねこうやって喋ってるだけでもすっごいうるさいでしょもうでももうこれはあのー もううずら、ね、がガッカーって泣いてもうるせえなって思わないで縁起がいいなぐらいうずらの声聞こえてラッキーぐらいなもう発想転換していきましょうてあのー、もう頭にくることとか嫌なこととかいろいろあるけれどもあのー、発想を転換してですねあのー、行かないとダメあとあのー、金を失う ことなんて、金は取り返すことができるけど、人の信用とか信頼とか、気持ちを取り返すのは金で買えないかったりとか、寿命とか命とかもそうだけど、金ではどうにもならないものの方が大事なので、えー、多少誰かに騙されたとしてもですね、まあ、あの、復活していきましょうよ。うん。うん。 何かしら嫌なことがあったとしてもその後その分取り返すぐらいにいいことがあるし悪戦で金を稼いでるようなやつとかは後からしっぺ返しが来るから間違いなくまあいいふうに思われないでしょあのうん。 なんかね。恨みを買ってなんとかとかってなるわけじゃないですか。逆にこの人素晴らしいとか。ああ、なんか得を積んでいけばですね。あのまあ、それなりに、えー、っていう感じだと思います。徳を積んだ方が絶対いいと思いますよ。うん、金じゃねえよ。人生ははいで、ソーセージの中のソーセージはひき肉などをひき肉です。うちにひき肉いますけどね。ちょ今日声があのちょっと。 行ってるっぽい時は大体チュビスケをあの怒怒ったったて感じまあ,あ怒る理由は大体スマホです、ね、あいつあの本当なんか便所とかに消えてトイレに行きたいって言われると生理現象とかしょうがないなって思うじゃん。だから多少遅かろうと何をしてるかってもうねちょっと長いトイレ大丈夫ぐらい心配になるけどあまりにもさ何回も何回もトイレ行ったりとかするとさ 怪しいって思うじゃんこの間の藤本美樹っていう人美テ T とかいう人が同じような子供が同じぐらいの年の子が多分いるからかやっぱり同じようなことをあれしてたけど何回も何回もトイレに行って明らかにスマホやってるって分かっててなブチ切れた話かな確かそんなような感じが書いてあってあどこも同じだなって思ったんですけどしょうがないね時代が今スマホないとあの何にも できないからだからネットリーテラシーとか使い方とかを親が根気よく教えていかないとどうにもならなくてそれをねすごいなんかもう余計なねもうあれだよマニュアルもないよこんなの。先陣走る人っていいいうのがなななかかいいわけでしょで自分たちがどうやって怒られたかって言っても自分たちはそれなり小学校の時からスマホは持たせてもらえなかったわけでしょなかったでしょ確か。 多分ないと思うよ。うん。小学校の時からスマホがあって、一人一台で、あの、なんか、こう、LINE とかバリバリやってましたよは、多分、多分そんな人、多分、平成二桁の人ぐらいなんじゃないの平成二桁でもちょっと、きついんじゃないのスマホの代金ってそんなに安いもんじゃないし、あの、ここまでなんかあの、<laughs> <laughs> LINE とか SNS とか、 大体そもそもなんか 3G ぐらいの時あの 3G ぐらいの時は動画なんかそんなにサクサク見れなかったわけだからそ最近だと思うんでねすごい大変なんかいろいろなんか胸くそ悪いさ事件とかもさあるじゃんなんか旭川のあの事件とかなんかもうほんとなんか考えるだけで胸くそ悪いからねスマホになんかその 悪事をやっととこ撮影してとかそのな何かを LINE で送れとかっていう「お前何様だよ」みたいなか私がなんかドラえもんみたいでその現場に行けるような感じだったらもうマジに救ってあげたすぐ救ってあげたかったのにって思うあとやっぱお母さんの気持ちとか考えるともうほんとなんかうか、ん、やるせない感じでおります。 あとはの自,分がか自分の子供が加害者にもならせたくないし被害者にもならせたくないしうんどうしたらいいのか未知の世界でございますよ悩みはすごい多い多いよでもなんかあのあとまあいろいろねそれでせっかくさ中学生ぐらいまで育ててきた子供がねなんかあの亡くなっちゃったりとかしたらもう。 息取りっていうかかため息とかそういうね親よりも早く亡くなってしまうっていうさあれもあるわけじゃん松田聖子だってそうでしょあんな,なんかチんぷンマンパンでさあんな可愛いお子さん子供であんな才能があってみたいなでも子供がとかってあれするとやっぱりもう考えるとねあまあ全然全くの他人なんでどういうふうに思ってとかってお気持ちを聞くことはできませんけれども。 でもなまあ割とあの世田谷区だったんでえー、まあちょいちょい見かけることありましたよなんか普通に買い物とかしてたところとか見たことがあるんで全く他人っていう,もう他人なんだけど見かけたことがある人としてですねどうにもやっぱり、ね、いまだに思い出すやっぱりため息を。やっっぱ悔しいなと思ってさ 嫌なこととかあったりとか、それ人にさ、なんかあの、嫌われたりとか、あの、別れたりとかしたら、まあ今私はそういうなんか恋愛感情で別れて、振られてとか、男に裏切られてとか、どんな気持ちいいとかっていうのはなかなかもうそういうことには遭遇しないから、すっげえなんか好きになって振られるってことはないからさ、あったらやばいわけじゃん。ないから、真痛を考えるぐらいしかできないけど、うん でもやっぱ命あってこそよ。そんなすっげえ裏切りとか、まあ、お金を取られたりとか、いろいろさ、手痛い裏切りとかあったりとかしたとしてもさ、生きてさ、いればさ、いいかようにも取り返したりとか、その先でさ、なんかもっとハッピーなことがあったりとか、いろいろずっと、まあ、でも、なんか、追い詰められるんだろうね、ずっとなんかこう、って。いや、でもマジもなくそう悪いよ、本当に。 人に裏切られたりとかすると「うん何かあったんですか?」っていやいやいろいろ生きてりゃあるんだよもうほんともなくそう悪いわ。リンサンエンああで,でもハムの会社はこうやって積極的な保存料とかあのー、着色料とかの話をこういうの書いていいのハムソベとか,か着色料の名前ってむちゃくちゃなんかあのえぐい。 よね、なんか、うん、私はあんまり着色料ハムとかソーセージとか、うん、なんかあんまりって思ったんだけどあとはあれねちょっと最近ずっと弁当シリーズでやってたんだけどなんか人と変わったことをやって悪目立ちしたらどうなのって話がこうは初めての週末なんでねあの話をしたわけですよ。 集団生活第一の黒子の意見とするとやっぱ弁当を持ってくる人とその学校から出るもの浜辺というまずい食べ物をですねあの率すごいなんかその弁当の率と浜辺の率とすごい気にしてて。 んでなんだろうって別にいいじゃんって私は思ってんだけどでもねあれはねやっぱり長いものにかれろじゃないけどやっぱ協調性っていうのが大事でやっぱみんなと同じものを食べるっていうところでなんかこう人と浮かない特に新しい環境になってるわけなんだからみんなと多数派に。 あの行った方がいいみたいな感じで意見でうーんせっかく弁当生活始めたのにあと1週間後には多数派と同じやつにするっていうことにしてですねやつはあのなんか弁当すごくいいって言って弁当がすごくいいとかって言ってたけどやっぱ1人で違うものまあ弁当はみんな持ってくるなんか5人ぐらいしか弁当の人がいないんだってでその5人で。 それ,それぞれの理由がある場合もアレルギーとかある人とかなんかはお弁当とかでとかあとはなんか私らの時はあれねなんか震災とかあった時に食べ物産地とかむちゃくちゃこだわってその,学校,の学校で出されるものとかそういうものがちょっと賛同できない産地とか全部。 なんかその原材料まで全部書いてた時代とかもあったりとかしてそれが食べたくないとか食べたくすごいなんか健康志向強い人とかってすごいいっぱいいるからあのそれが嫌だ全部オーガニックじゃなきゃ嫌だとかっていうなんかこだわりを持ってる人とかもいるわけだから給食が嫌だっていう人はお弁当持ってきて OK とかって言ってある程度多様性は認めてはいるんだけどやっぱり多数派に。 ななららいいととじめられたりとか特に中学とかは怖いから多数派にみたいなまあ協調性バリバリのねあいつが言うからしすしなんかそうだろうなみたいな感じであいつの弁当生活はちょっとあと1週間なのでああやめちゃったのああ消防弁になって日の丸弁当になったからなのっていうわけじゃなくてね多様性に馴染んだ方がっていう感じ。 いやあ、でもさあ、まあまあ、それも、あのー、また変更したりとかもできるみたいなんでね。と、まあ、おいおい、そんなことがあったりとか、まあ、そういうのってなんか、えー、会議をして、ちょっと声が枯れてるっていうね。ちょっとあと、スマホの関係これ何ハローキティオリジナル。ああ、ハローキティってそうね。あの、伊藤ハムね。うん、うん、うん、うん。キティ姉さんね。で、これ、これ。ん <laughs> で、 伊藤ハムで食事をすると何がっていうとやっぱ塩分が多分塩分型なんでしょうね。濃度がむちゃくちゃ乾く。これってクイズで当たるとこれくれるみたいな。<laughs> なんかあれだね。いなんか馬に,に人参みたいな感じで、ね、馬に人参みたいな。いやなんかこういうのでも一個でもこれこんななんか大した金額じゃない人す多分買ったことないけど。パブスティック。これよりも私はあのポールウィンナーみたいなやつ。 あれーちょっと値段高いから、ポール君、ミスターポール君,君のシールとか、あれくれた方が嬉しいんですけどね。うん。で、これは何瀬戸内でモサラダうどんって、菊水やっぱりどうと菊水菊水となんか関係あるんだろうね、うん。よくわかんないけど、大人の事情ですね。あの、ヨネキューと伊藤ハム、伊藤ハムヨネキューっていう会社に。 え、なんで大人の事情でね。待ってたい。結構伊藤ハムと米宮が一緒になったら結構無敵よね。日本ハムに、えー、なんかあの、対抗する、すげえ対抗勢力だと思うよ。いつまで経っても私はプリマハムと丸大ハムは、あの、ダメだと思ってるのあれもう根本的ない。あ、おつまみドライ。はい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 。これ、かカルパスドライ ビールに合うやつ。ピリッと美味しいミニサイズ。はい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 。多分ね、これ食べると、これもそうなんですけど、この辺にる、これもそうなんですけれども、すごく体に良くないと思うよ。うん。私は多分食べちゃダメだと思う。塩分と、あとね、脂肪分。多分ここ、油ではないな。お寿司が多分、あの、だから人生をしくじった、あの、ポイントの一つとしてですね、 あの、イタリアの食事がまず、まずバリバリ美味しかったっていう感じで、もう、ピノキオのようにゲロゲロに、ガリガリに、あの、痩せてたにもかかわらず、あのー、イタリア生活でですね、むちゃくちゃ食べ物が美味しいと。その中で一番ハマったのが、生ハム、生サラミ、特に生サラミが良くなかった。マジに。やばいよ、生サラミ。 人生でやっぱりね生サラミをあの大量にあの食べてたあれをなんかもうもう食うなってあでもその時にドラえもんドラえもんっていうか未来の私が言って「もう食うな」って言っても意味わかんねえとかです絶対言うこと聞かないと思うから後悔というのは後から食えることいや今聞いてる方でですねあの <laughs>。 後から食いたくない人はあのババアのとにかく自分より年上の人の話は、ね、聞いた方がいいよマジに自分より年上の人は経験値があるんでねうんあの話は聞く価値がございますよはいこれいっぱいであとこれこれ、えー、チーズ入りハンバーグい意外となんかお土産としてまあチルドの商品が多い中で常温品をはい 上品もありますからねオッケーーシリズ日本ハムとかも常温オッケーシリーズ買、まあ、ってお土産を頂い,いてうんこ,これのさシャウエッセンじゃなくてアルトバイエルンか間違えたらダメだなアルトバイエルンくれよって思うんだけどうーんなんかまあちょっとまあこういうのもねガチャガチャしてね何,何が欲しいっていうのもこれ欲しいなとか思いながら。 思い通りにならないっていう方がなんかもうその方が失笑でマジでこれ一番外れでしょって失笑のやつでポークビッツもまあまあ外れじゃねえとか言いながらこれ300円なんですけどねうんそれをね300円を湯水のごとく使うんじゃなくて何にするっていっぱいあるガチャガチャの中で何にするってちょっとガチャガチャに400円とか絶対ちょっと。 ちょっと嫌だねって。特に、あの、桃屋のさ、なんか、桃屋の、あれ、何あの、海苔のやつ。多いご飯多いご飯じゃねえやご飯ですよ。ご飯ですよ。はい、ご飯ですよ。あれをね、ご飯ですよ。400円でガチャガチャでちっちゃいさビンさ、あれ当たったとして、ご飯ですよだったらまだいいけど、他のバリエーションがどんなやつだか、ちょっと覚えてないんですけど、 なんかラッキョウですよみたいなやつとかだったら「いや嫌じゃん」って外れた時のダメージと今失うお金もガチャガチャで許容できるのって300円じゃねえみたいなそういうのをんか子供と話して、まあ、お金もね湯水のごとくはホみたいなことに使ったらならねえって、まあ、でも一回伊藤浜のガチャガチャをやった後にもう一個やっちゃったんだけどねもう一個何のガチャガチャあ焼き鳥があったんだ焼き鳥もちょっとやりたくねっつって。 いや300円でとどめとくのが普通だろうっていやーでもやっちゃったんだよな。で何だっけそういうのはんか言いながら月ガチャガチャで、えー、ちょっと600円も使っちゃったんだからちょっと今回はなんつうこうちょっと、えー、我慢しようとか,なんかそういうちょっとした買い物でなんかこう経済感覚っていうのかな,なんかうだうだ言いながら何でもかんでも欲しいとかあぶく銭みたいに金を使えるような状況はよくないっていう。 そんな感じですよ。うん。あとは。うん。まあ、そうね。そんな感じですわ。うん。ええー、あと何、何、なんか開けるものとかあるんで、ちょっと。開けてみましょう。あのー、なんか検証の統制のやつ。 でまあでもこれも相当なんか倍率で「あなたたちはラッキーですよ」とか言って言われましたけどね言われましたけどねうんラッキーですよらしいですラッキーだそうですよ,ですよ毎日検証生活とかしてほぼ毎日動画を撮っててやっぱその時のさ気分でさブルーな時もあったりとかするんだよやめる時も 健やかなるときもだっけ何回聞いても覚えらんないわ動画は喋っておりますえー、これもう一個隠しときますこれオムロン見やすいあこれそうねヒカキンと同じとか言ってたやつちょっと喜んでたんだいやなんかあのカタログで選んだやつ見やすい大画面表示 隠しとかないとあいつに取られるからさ使われちゃうからで隠して自分で隠し場所忘れるっていうさマジにイラつくんだよ怪我して一番イラつくのは怪我した時にケアリーブがないってケアリーブをあのね救急箱の中に入れとくとすっげえ全部あいつに使われちゃうからさジャイアンみたいなやつなんだもんなんかだからね 子供がいてすげえストレスになるんだけどまあ今までちっちゃい時とかすっげえ可愛い時とかもあってあの今後ももっとあの感動とかねいた方が子供育ててよかったなーって思えることがあ,のあるかもしれないんだけど今んとこストレスばっかりだよマジに。 今のところだからもう子供のいない人生で生きてた方がいいんじゃないの説もあるよ今だ別にあの結婚焦ったりとか子供をあの焦ったりとかする必要はないその時の最善なあとお前性格悪いって結婚できないんだよあれカ言ってたら失礼いたしました 結婚できない人は往々にして協調性と性格悪いとかケチとか大体3大3大3大結婚できない理由はえーっとね3大結婚できないはまず金ケチ男と女が別れる時の離婚原因の大半はケチあと性格が悪い 結婚でできないですよ性格良ければ顔なんてね別にそれは若い時に結婚する人とかはもうなんかイケメンとか言ってあー一目惚れーとか言って付き合って結婚するとかあるかもしれないけど年を取ったらねいや顔っていうのは性格の良さっていうので顔の人相っていうのが出てくるんでイケメンとかあのどうのとかじゃなくてねやっぱり女性は化粧とかシャりとかできるわけだしあの顔だけでなんか。 あ,のあれとかではなく身長とかそれによる体重身長体重とかあのその、えー、見た目のバランスとかまあまあ結婚してなくて腹が出てたりとか低身長とかはもうちょっとトップハンデなんでその辺スタイルの維持自己管理とかですね大事大事だよ、うん、あとは 性格悪いと結婚はできないいよね性格悪い人と一緒にいたいですかいたくないですよねいあの。結婚しちゃったとしても離婚しちゃいますよね。離婚理由の多分ナンバー2は性性格格が悪い性格の不一致、えー、まず第1位がけ金ケチは一番あかんのよケチは。金金言ってるやつは一番あかんのよケチは。ねえこれこチプチよ。 ケチは一番ダメ金,金にうるさいとか金に汚いとかそれは一番だめ今の性格悪い性格悪くても金ケチじゃなければなんとか我慢できる場合もあるから多分金の方が第一になると思うけど第二は性格性格がすげえよくても霞くっていけますかってあの工藤さんすげえ言ってたもん金が第一なんだけど第二がは性格 で第3ははあ第3は何だろうちょっと待ってみんな考えてみて <laughs> 第3は金とあ,あとあれね臭いとか嫌だよねあとあれねえー、まあ往々にしてハゲはどうにもならないけどでは自助努力ができるので。 その腹が出てるとかその自己管理ができない人はっていうところは確かにあるかもしれないそれとはもう速やかにあのー、なんとか努力すべきだと思いますよあの今なら、えー、ジムとかがあるしジムとかもやみに走りゃいいっていう問題でもなく今はまあ流行ってるのはマンツーマンのボディ、えー、ボディトレーニングでマンツーマンのあのジムうんあれだよね 普通になんかあの器具だけあって一人でやみくもにどうのとかじゃなくてさあのマンツーマンに教えてくれるところちびすけもあれやってますようんあいつ贅沢だよねマジにあそうね中学生になったらあいつとジムに行けるっつって喜んでたんだ忘れてたすっかり忘れてたそうだ一人でジムとか行って あのやるのすげえ嫌だなでもちょっと走ったりとかそういうのとかやりたいなってでもじあの入会の条件で中学生以上とかないとダメだと書いてあってそれであいつが中学生になったら一緒に行こうとか思ってたんだでも多分ね時間制限とかがあると思うんだよ中学生は9時までとかっつって結局だから一緒に行ける機会があんまないでも何もしないよにな何かした方がいいよね ちょっと探してみますわ24時間ジムにあの仮に入会したとしても子供と一緒の場合はあのなんか時間が9時までとか多分決まってんだよ9時までなんか行けるわけないじゃんみたいなでもさ夜に走りますかっつったらっ夜も嫌じゃんみたいな結局お前私は走りたくないってことだよやりたい人は夜でもやるんだよでこちらですね、えー、東急ホテルで、えー もらってもらってもらってああ開封ましてもらって東急ホテルなんで何でうなんでしょううんう名古屋って書いてある名古屋にあるんだよ、東京ホテルフィナンシー詰め合わせ5月こ日まで早くはなんか 結構ずしっとしますずしししっっととますあとねえー、あとねえってまずこれ開けろよってこれあのビビって開けるタイプ私はね結構包装した人の気持ちを大事にしたいタイプなんでなるべくあのきれい、えー、なんかこ,これを見てから他の人にあげるとかそういうせこいことしないよしないけど綺麗に撮りたいんだよ包装紙をよく包装紙を。 綺麗に取って、お前これ中身見て使いますのかと思われがちだけど。どそういうわけじゃなくて、綺麗に開てたいっていうだけなんで。リボンだったら。ダ <laughs> メだ,だ。ダメだ。ああ、だめだ。これは。うん、ここをビってやらないと、開かない。開かないか、やっぱすげえ。ピチって、これ。止めてんだ。すげえな。そして二度と。ああ。 もう,もうこれやるしかないんだよここから緩めて通りがなりそうなあごめんなさい感じではないすげえなんかびっちりになってる開けるかすげえきれいなリボンだな結び方しゃあないねでも開け,開けた時のこ気持ちよさ1本のリボンで しっと梱包できるその才能ああ綺麗だわみたいなデパートとかホテルとかのあのこういうもののあるそしてシンプルイズベストフィナンシェとか言って,書いてあるフィナンシェ流行ってるのかなモドレーナとフィナンシェフィナンシェですよ、はい、フィナンシェです抹茶と これなんか高いんだよね、フィナンシェって。ここに、ここら辺あああああこの。この辺ちょっと。あの山になってる,るけれども。あのー。この辺にまだあるよ。これはアンリの。フィナンシェ。戸惑って。 フィナンシェこれだなこんよね <laughs> これ多分食べたら使わないでハイカロリーだと思う形の違い味の違いまあマドレーヌよりもフィナンシェの方がいいでございましょうよ <laughs> まあちょっと今日はいろいろ熱く語ったよ。 れもなんかとにかく春はよくいただくわこういうのこれは何箸をよくいただく箸をよくいただく。 賞味期限が意外と短いドラえもんみたいな手で開けてるよってそらそうなのよ。ドラえもんだろうが何だろうがいいんだよなこれは何なんていうやつサブレ ひらまつって書いてあるひら松って,書いて,あってひらまつってそういえば友達にいるなひらまつのお菓子リーフパイだそうですリーフパイだそうですリーフパイにリーフパイにフィナンシェにマドレーヌにそしてこちら サブレってて書いてあるあ,ーあれかあの明治記念館と皇室関係あるのかなあのなんかものすごいなんか青山一丁目のところってものすごいなんか警察の人とかがいてあ最近ね春の交通安全結果みたいなので皆さん 注意した方がいいですよそこらかしかにあそこらかしこに警察がいるんで注意してくださいこれこれ糖室関係あるのあ絶対違うよね「明」って書いてあるこれは明治記念館明治記念館明治天皇塩サブレですこれ多分うちのチビスケが多分これ好きだと好きなやつだと思う これはね、明治記念館オンラインショップ多分、多分買ったら結構高いと思う、これ。そして、なぜか明治記念館なのに、赤坂なのに、製造はこの辺っていう、あ、青葉区みたいな感じで書いてある。はい。いやー、いやー、ちょっと検証なんとかしなきゃいけないんだけど。あとね、そうね。 検証なんとかしなきゃいけないんだけど検証運よりもちょっと人生のさなんかこの嫌なことをいい風に変えていかないと、まあ、私の場合いいことっていうのはなんか子供が成功すること、まあ、早く成功してほしいねなんかね、うん、みんなそうだと思うんですけどあでもね物は考え方だよ あまりにも早く成功しすぎると、あと、あとで、あの、なんか、こう、尻すぼみになって、チューって、あの、消えていくよりも、大気晩成型みたいな感じで、はあ、努力して、まあでも、努力、努力して、ある程度認められて、こう、耐性する感じ。そうね。 そうね、アスリートでいうと大橋悠依みたいな感じのまあうちのちびスけ多分大橋悠依を尊敬してると思うんですけれどもあの大橋のようにですねだってさ池江璃花子があまりにもすごすぎて池江璃花子全盛期の時とかは東京オリンピックの,あのなんか前,前ぐらいの時池江璃花子が。 調子悪いみたいな感じになる前とかはやっぱあの人ばっかり注目が集まってたところをなんかすごいの、ね、ファッとこううんなんだろうそれでなんかオリンピックで金メダル2個取るっていきなり2個取るってあれはマジに感動以外の何者でもないなみたいなそうコロナ禍だったんで。 まあ結局見ることはできないんだけれども、でもあれもさ、水泳のオリンピックのチケットの時、みんなむちゃくちゃなんかさ、あと100万とかさ、吸い込んでなかった。水泳とかってまずね、前日、全部の日にち、見たりとか、決勝戦とか見たりとかすると、チケットで100万ぐらいかかるんだよ。なんか、決勝の一番の、あの、メインのメインみたいな感じが、 1>, 1日30万みたいな感じだったから2人で見ると「いや3人で見たいじゃん」みたいな感じだと100万ぐらいかかるんだよ。あれ結構競技が一発で終わるわけじゃないからなんか水泳って競技ごとに早めに始まるとかこう何の競技が見たいのかによるんだけれどもまあでも一番盛り上がったのが多分 200m 個人メドレーとか 400m 個人メドレーとか。 えー、その辺だと思うんだよ女子も男子も。そこでなんかあの金メダルが取れそうな日本人が出るみたいな感じのさ試合の時は相当あの取れそうみたいな感じのとこフラフラ立ってる種目の日にちのところとかはむちゃくちゃ倍率も高くて値段も高くてみたいな感じでさすっごいなんかあれってなんか大変だったような気がするにもかかわらず。 全てがなんかあの「無観客」みたいになったからね何なったんだろう。P&G の,の検証で私はなんかあの世界水泳のチケットは当てたんだけど、P、その前に東京オリンピックのやつあの当ててるんだよ当ててる選手の壮行会と水泳の種目のやつを当ててるにもかかるあいつっていうのは分からないんだけどその。 1>, 1週間ぐらいある中で、まあ、いつのやつなのかはわからないんだけれどもあの水泳の,その6日間あるうちの何日か、まあ、世界水泳もそのその1週間ある中1週間とか10日ぐらいあったかな1週間ぐらいある中の1日がその自分のところに割り当てられてそこの試合が見に行けられるみたいな、うん、感じだったんだけど。あの 企業枠だからめちゃくちゃいい席なのかなと思ったらなんか独自な席だったすごい独特な独自な席でびっくりしたであとは検証で当たってるから必ず水泳が好きっていうわけではなさそうでなんかね何か,か明らかにちょっとそのエリアがあのええ,えみたいななんかあんま興味なさそうな人も中に混じってて まあ、こ子供さんと一緒に来てたりとか、まあ、福岡じゃなかったら行けないからねあれねなかなか東京から福岡までの交通費は入ってなくてそこにの,あのチケットだけっていう感じ当たったみたいな感じででもうチケット当たったから福岡に行ってであれも相当なんかの頑張ってやってたにもかかわらずうんなんか持ち出しの金額なが高かったからちょっと。 うーんっ思ったんだけどねま、うん、まあいい思いい思出でございましたただ P&G のやつでですね、あのー、選手の壮行会みたいなやつあれ絶対にあれであの濃厚に、えー、その時のオリンピックの代表選手の壮行会のやつあれの時はなんかね松岡修造と瀬戸大也が握手してニューって瀬戸大也全盛期だった時だったんで。 そのオリンピックの直前になんかちょっと問題起こして謹慎とかってなって。あのスポンサーとかが離れてっていう感じなんだけど。でもやっぱりなんか人生山あり谷ありの。なんか人の筆頭だなみたいな。うん、まあいろいろなんか考えるとこありますわ。だか一回、あの一回っていうか、なんかしくせっかくすっげー努力してさ。やっとさ、やっと君の時代だみたいな感じで、やっとなんかキャ。 スポットライトが来てもうあのなんかすげすごくなんかの注目されてる時に思いっきりなんかその実力を全て発揮してうわってこういけずなんかこうポシャッたにもかかわらずまたまた努力を始めるよってコツコツなんか積み木をさあれ地にまで信用が落ちたところからまたコツコツ積み上げてまたでも。 あのとりあえずはそのオリンピックで四4年に1回なんだけどでも東京オリンピックからそんなに年数が開くことなく多分フランスで開催するんでしょうみたいな。え今年24年なの ?2020 だから2020が2022にやろうとも2024のパリオリンピックはパリオリンピックなんだよね。う え今,年なの今年の夏オリンピックなのなんか全然なんかそんな感じしなくて。うーん。なんかちょっと。なこないだだからそのオリンピックの選考会とかっていうやつとかやってるじゃん。もうだから中学生とかがその選考会とかに出てるやつとかを見てるともうちょっと早く結果出してもらいたいなっていうさ親の気持ち。まあそこだよね。結局のところね。 子供が成功すればさ、あの、あのまあ、大半の嫌なことは、どうでもいいや、みたいな感じになるからさ、うん、ちょっとあまじに頑張って欲しいかな、みたいな。でも、親、親のために頑張るわけじゃないからね、子供は。うん。親のために生きてるわけじゃないから。 それはなんか自分のことを振り返って自分がどうだったんですかって,言って親のために生きてるわけじゃないけどでも一応なんか親への感謝とか親への,あの気持ち的なものはなんかお大半大半っていうかちょっと間違ってるよね絶対なんかちょっと間違ってるよねと思いながらもうでもまあ間違ってるよねのところはやっぱ認めるのあのいまだにちょっと何だろっ 反抗はしないけどさ論破しようと思わないけどさやっぱでも間違ってるよねみたいななんかその間違ってるよねって親間違ってるよねの話で黒子がなんか自分がなんかそのやっぱりおお同じく多数派のなんかこう給食じゃないけど多分なんか弁当みたいな多数でがそれをあの食べるのに。 なんか親に弁当を持たされてその弁当が個性的すぎてすげえ嫌だったみたいなことを言っておりましてその個性的なあれってあん,、まあんまあの人そういうこと言わないのに珍しく重い口を開けてそれがすごい嫌だったみたいなすごいなんかあの親がなんかおにぎりだったらしいんだけどなんかここだけの話ね言うなよ。 お前はなんかそれってなんかいろんな人に言うんだなとか言われたくないからここまで聞いていあここまで聞いたあなたにだけ話す黒子がボソッと言ってた親が嫌だったことをすごいなんか高貴なおにぎりを高級なおにぎりを親が作って持たすんだってなんか中身がすげえなんかもう貧乏人じゃ食べれない貧乏人じゃ食べれないようなすごい高級な具材が入ってるんだとか言ってなんかそのおにぎりを持たすんだってそれもなんか普通のおにぎりじゃなくて。 ちちょっっっとうちの変変わわててるるからね確かにあのちょっとあれだね私は似てるねみたいな感じで似ってさがれしてんだけど大体さあの息子って嫁に選ぶのって大体お母さんと同じような感じで <laughs> 逆にさあのお女の人って自分のお父さんと同じような人を選ぶってよく言うじゃん。 だから好き変わってんだよとか個性的なんだよって,って <laughs> 似てる似てる」みたいな同じような感じだから弁当とかあんまり張り切って一人だけ絢爛豪華なのを持っていくとすげえ浮くんだみたいな話をすごいしててなんかそれをなんかいやでもすごい豪華なものじゃないけどでも周りから見た時に自分たちがこれを食ってるのにこいつはこれを食ってるみたいな感じで思われるともうそこで人間関係とかできて。 来るからみたいな話の延長で自分はその時にもう親と結構戦ったことがあってあのおにぎりがすごい個性的なおにぎりを <laughs> それおにぎらずのこと言ってんのかよく分かんないんだけどいやそれ流行の先端じゃんいや違うんだよ普通のおにぎりじゃない三角のおにぎりじゃないんだよ普通のおにぎりでなんか中に梅干しが入ってるとかそういうやつじゃなくてなんかそれすごいなんかあの。 高貴な、普通の人じゃ買えないようなやつなのよとか言って、すげえ豪華ななんか具がその豪華な具ってなんだよって聞こうと思ったんだけどさ、なんかあんまりそこ深く聞いたらダメかなみたいな、うん、感じでさ、うん、思っては聞かなかったんだけど、だけどだけどあの、親しき中にもあんまりグイグイ言っちゃいけないところとかさ、グイグイ聞いても別にいっかみたいなのとか、なんとなくさ、その辺はあれよ、あの、 いかにも何十年も一緒にいたとてですねここはちょっとそれ聞いたダメだろとかって思うさあれは気は使わないとダメよとりあえずあのうん。で何だったのか分かんないけど普通のおにぎりが三角のおにぎりなのに結構バカでかいたわラ型の変なおにぎりやったんだよ。 えでも具がすごい貧乏人じゃ手に入らないようななんかそういう言い方してたよ貧乏人じゃ手に入らないような豪華な具材が入ってるってアワビでも入ってたんだねわかんないけどなんかすげえなんかあの高貴なものが入ってたんだってで食べたら食べたらおいの美味しかったんでしょ高貴なものなんでしょってすげえまずいから文句言ったわけじゃないでしょって,って言ったらすげえおいしいんだけどさ人と違うことしたくなかったんだよとか 人と違ういや <laughs> お前はな人と違うのが嫌だったって言ってたよだって美味しいんでしょいいじゃんそれ貧乏人は買えないような普通の人が買えないようないやでもあいつ行ってる学校自体が金持ちの学校なのにさらに金持ちしか買えないようにでも何なんだよなマジにえっええっと思わ言わないけどさ 金持ちのか金持ちしかいないのにさなんでそんなさ俺の金持ちしか貧乏には買えないとかいうそんなすごい具材何だよその具材アワビだなアワビアワビあのアワビとか煮たアワビみたいなやつなからえちょっと待って生,生のアワビ入れたら腐れじゃんおにぎりに何入れんの高,高貴な金粉金箔金箔で結んだんかな すげえ興味あ,るなあと何あのあれか金かぶたとおいしいって言ってたよなんだろうまあ意外と話は、ね、かるんだようちもまあまあ変なあの、うん、そういう系だったからまあ話はわかるよおせちとかって言ってなんか中華おせちみたいな感じだったんでうちねわかるよまあまあ分かるよその言わんとすることはわかるよ、まあ、日本人の大半は 和食のむ昔だからね今だったらそフランス料理とかそれこそなんかあの甘いものでおせちみたいな感じまで出てくるような時代で多様性がこんだけなんかねばってなってくる今だからわかるけどうそ生まれて物心ついた頃とかもう中華とかなんか変わってたからさええ 多数派とはかけ離れてたからうーんなんかその変だなっていうのはなんとなくか分かるよ分かるけどさおにぎりに絢爛んんご果おにぎりが俵型っていうのもちょっと意味は分かんなかった似てるから多分俵俵って言ったら違うって言っ,て言ったああそうだそうだそうだ私なんかおにぎりを俵型にしてかわいいおにぎりみたいななんか昔流行ってなかった俵型にしてこう並べてみたいなおにぎり俵って 俺で,でおにぎりかわいいやつじゃあ,あれじゃない違う小判型って言ってたかななんか多分ねあいつがね説明するなんかこんな感じで言ってたから多分わらじとんかつみたいなわらじとんかつなのかなコロッケみたいなやつだったのかないやコロッケじゃないだろ多分わらじとんかつみたいな中に <laughs> わらじとんかつちょっと明日またき。いや聞かねえよ なんかすげえトラウマだったみたいで初めてその話聞いたから「いやえって?」てだから多分なんか弁当えそんな,なんかとかえー、でも親がさ子供になるべく栄養のさいいものをって思ってさ「いやでも弁当の量多くね」とかんか「いやでもキャラ弁とかでさ悪目立ちしてるわけじゃないけどさ」 いやでもやっぱり周りが食べてるものと同じもの食べた方がいいとこすげえそれ言ってさ、言ってて、なんかその話をすっごい言いづらそうに言ってたから多分、うん、普通にさらっと流した方がいいんだろうけど、何が言ってたんだろう。ちょっとまじ、絵に描いてみて、とか。絵に描いてみて、まじに。どんな感じ これ聞いてるあ、聞いてないよね。マジ聞いてないよね。だから毎日1時間も私の話をはなんかいあの聞いてるわけねえから。聞いてるわけねえから。いや、あの、うずらをね、ずっと、あの、こう、映してノンフィクションの感想を言ってたやつは、うずらが見たいから見てたらしいんだよ。音聞かないで。関東話ついでに聞いとけよって言ったんだけど、いや、なんか音聞かないでうずらを見てたんだって。画面を。 うん話聞けよってその時は思ったけどだから多分これこんな画像であの話だけのオンリーのやつだったら多分聞いてねえから分かんないけど一生判明しないけど「あなたのおにぎりは何が入ってたんですか?」すごい嫌だったおにぎりそれすげえ戦ったっちって言ってた。で結果 勝利を勝ち取ったかまではかんないけど浜 <laughs> の人反抗するとかそういうタイプじゃないからその文句とかも言わないんだよあんまりただすごいなんかの協調性みたいなことに関してはすごいなんかのうんその部分には真逆だからね私と私は個性的であの 単独,単独犯って言ったら犯人みたいなのが嫌だけど <laughs> 個性的で一匹オカミ単独犯じゃねえよ単独犯じゃねえよ犯人じゃねえよ一匹オカミなんだけどあいつはもうあの協、えー、調性であの集団生活にも特化したタイプマジにありえないくらいなんかこう集団生活が得意としてるなんかまあマジにあの。 なんだろう。誰とでもうまくいくんじゃねえのっていう、なんか、集団生活の鬼鬼なんだ、多分ね、なんかね、あの、うーん、た多分大丈夫。私は多分なんかそのもう、善良性みたいなところでずーっと同じことをみんなで一緒にやらなきゃいけないとか、朝から晩までずっと同じことをみんなでやらなきゃいけないの、生活は絶対無理なタイプだと思うんです。 あいつはそういうなんかもうみんなと一緒にやるやつであの悪目立ちしない天才なんです個性は多分ないだってもうあのいろんな人に顔似てるもんだってああもう,もう何,何の兄さんのパパにもにぱっと,似て,、ね、と似,て似,て似てるねとかさ何のさん似てる何のさん似てるねとかなんか個性 個性はないない私はもうバリバリ個性的なんだけどどっから見ても分かるよって言われる感じんだろうんだろうでもまあそこをですねあの重視したわけですよ自分に圧倒的に欠けてるものをあ持っている人だからいかに金が稼げるあの企、ー、業とかのさ、まあ、弁護士とか、えー、税理士とかあと何金稼げる人いやー どんな仕事、まあ、医者とかで医者弁護士あと何がもうかるんか,んか,なんか金金金金持ち限定婚活とかのさあの金の稼ぎ起業家の人とか IT の社長とかそういうなん,かなんだろう IT の社長ってさ今さなんかほんとけったらないさ YouTuber でもさた多,多分なんか。 あの仕事何してるんですか?」って言われた時に IT 系とか言って言うじゃん,なん,かん多分多分多分あのヘズマさんとかでも何の仕事ですかって言った時あの人でももう,あのもうブランドになっちゃってるからわかるけど誰が見ても分かるけど何がお仕事なのかが分かるけどおそらく大半の人がなんか17やってますとかさに2個どうやってますとかさ あの言うんじゃなくて、あ、IT 系ですとかって言うと思うよ。ピンから切るまであるから。あれで、だから独立して起業して、なんかあの、儲かってる社長とかよりも、もうもう、はらら自分があの起業してたから、その浮き沈みがあるのが分かってる、その浮き沈みがすごい嫌なの。あのそれは あ浮,き浮いてる時はいいさ浮いてる時儲かってる時すごいいいけど波があるんでもう絶対ダメでこうお釈迦ポンみたいな時とかが嫌なんでこうこうもう安定を安定した感じとこう協調性社会性そういうところ自分で全く欠けてるところが。 あの結構婚活じゃないんであれなんだけどやっぱりすごい人生ってモテ期があるから自分でもね20代ぐらいはやっぱりモテるんですよ。ねそのやっぱりモテてる時に顔とかじゃなくて顔見た目ても見た目はこだわってましたよ身長が自分より高い方がいいって思ってたんで私自体が高身長なんでなかなかそこもすごい難しかった。身身長長ね本当になんか身長が 低身長な男ばっかりだからすごい大変だったもん。で、あの外国人は多分育って生まれ育った文化とかが全然違うから多分あの根本的なこう考え方とか価値観とか全然違っててすごい好きな時はいいけど嫌いな時すごいきついだろうなと思ったんで外国人はちょっと無理だなってあの付き合ってる彼氏とかそういうレベルだったらいいけど結婚する時に。 国際結婚みたいな感じはちょっときついなって、いろんな部分できついなって思ったわけですよ。あの、ど子供とかもあの含めて子供のことも含めて国際結婚はすごいきついなって思っててで、あの1番自分がモテてる時にどこを重要視するかっていうところで、もうあの？うん。 ここは外せないところかなりなんかその厳選した外せないところをうんあのクリアしてるんですっごい喧嘩してすっごいやだこいつもじっとっとってけれてやって思う思った時も別に離婚しないで入れるっていう感じかなうんうんすっげえ嫌いでもすっげえ嫌いでも 離婚し離婚届け書いたことないからね <laughs> 結構離婚届を早く忍ばせてとかっていう多分そういう人なかなかあの知らない友達の中でわ割といる友達のとこは大体バツイチだからバツイチとか戻ってきてるそれこそ子供が生まれた時に多分多分あれなんじゃないの妊娠生まれた時に。 生まれた時にあっ回会ったっけ一回も会ったことないみたいな感じで養育費をずっと払ってるっていうやつもいるからでも現実そうだよ何があったかは聞いてないけど生まれた時に顔を見ただけで性別が分かれただけで 一回も合わてもらえないででも養育費だけは毎月踏んだくられてるっていう人もいるしまあでも大体合わせてもらえないのに養育費を踏んだくられてるパターンだなそういえばうんうんうん大体大体なんかあの自分と同い年ぐらいであのこう。 うん、あのこ個性個性で個性が際立つような系は大体バツイチになってるわそういえばだからんかそこをだから真逆なさ真逆なこうもこうあの平凡平坦な安定っていうところになるといいんでしょうねあと多分あのそのファンキーなおにぎりを作ったお母さんと 似てるから多分いいんだろうね。あ、こういうやつ、でも、おげみたいな。まあ、相当ね、相当な、相当いろんな人に言われるよ。いい人だねって。うん。相当いい人だねって言われるよ。うん、で人だね <laughs> お,おにぎりに感謝します。うん。なんだろう。ちょっと考え、ね、考えてな、なんだろう。ズワイガニ。 ちズワイガニじゃなえタラバガニでも入ってたのかないやでもタラバガニ腐るだろう。うんすっごいでも、うん、なんだろう。な <laughs> んだろうそのおにぎり。あんまりさ、はっきり言って、あの結婚相手のあ、結婚相手っていうか自分の相手の、 両親のことってずっと悪く言ったらダメだからつっお互いねどんなにクソでもクソだねって思ってもクソだねっていう意見に同調したら負けなんかあの結構気分悪くなるから,から自分の親のクソでしょって言ったとしてでクソだねっつって言ってきたらやっぱ自分の親の悪口を言われると気分悪いっていうのがさあるから 絶対とダメよそ,そういうくらいはちょっと考えるかな。うん。あなんか自分の親と会わない会わないからもうにに二度と関わりたくないみたいな感じであのなんだろう、うん、親とうまくやってくれない人は多分無理。ええー。あの親とうまくやりたくなかったら。 あの一人っ子は避けるべき一人っ子は絶対だって一人しか子供いないんだもんそれはもう親との関係は濃厚でしょダメでしょあと長男はダメとか次男はダメとかって言うけどそれはあの子供の適性だと思うようんあの次男でもお母さんとすげえ仲いい次男はいるし長,長男でもお母さんと縁を あこう距離を取ってるじあの長男とかもいるんでその辺は関係ないんだけどあの今日一人っ子はもう確実にあの親と特にお母さんとはむっちゃ濃密だから「一人っ子避けた方がいいけどでも一人っ子避ける」って言ったらさ「一人っ子がいそうじゃん」なってくるからさあ日は我が身だよマジに。うーんいやマジなんで、ね、もう。うーん 私はなんか千スケが結婚してなんかあのし,してなんかあのなんかこうなんだろうそこまでいき生きてねえと思,思ってるから,ら私結婚すんのかないやワンチャン10代で結婚することもあるよとかっていうさなんかいろいろ脳で妄想した時に。 んちゃん10代で結婚するとしたら6年後には結婚できることになるわけでじゃん。そしたら6年とか5年後とかに結婚してとかってなったらお6年ぐらいは多分生きてるかもしんないけど多分,い、ね多,分ね、多分結婚したよね多分ね多分結婚したよね。30で結婚うーんちょっと10年先とかは予想がちょっとまあまあ生きてるでしょ多分生きたい。 生きたいねとも思わないけどあ生きたいねとも思わないけどでもあの逆に死にたいねって思わないから生きれるんだったら生きますよ頑張りますよって死にたいとは思わないから努力してて生きてはいけますよみたいなだから今とかは別に好きなものを好きなだけ食えばいいじゃんって思うかもしれないけどなんかあんまそういう欲がないんでなるべく塩分とかっていうのはもう自然のなんかこう。 感じ別にこれ,これ好きなんでしょお前食べろよって思うかもしれないけど今はあんまり好きじゃないの今はもうだから今はそんなに好きじゃないのコーラとかも今はそんなに量とか飲めないのもう飲まないのそんなに体が自然に受け付けなくなるの不健康なもの それ多分ね、自己防衛っていうかなんかの、あれな、体の運命だと思うよ。まだそれね、コーラをね、あの、700ミリの赤い、赤いコーラ、コッケコーラを、700ミリをカーって飲めるうちは、まだお前は若いねまだお前は若い。ね。あれが飲めなくなったら、もうちょっと若干ちょっともう、弱ってきてるんだよ。多分体が多分ね、無理なんだよ。うん。はい。ということでですね、えー、まあ。 なんんだだかいろいろ喋りましたあのー、まあねえ伊、ー、藤ハムの伊藤ハム結構相性いいんでよかったですよ伊藤ハム、うん、まあほんに子供がしっかりしてくれれば別に子供がなんかのな、うんだろうそういうところもなんかお金でも解決できないからねうん子供が欲しいって思って金積んだとしても子供手にすることはできないからね これも結婚は金詰めば結婚できるかもしれないけどそういうもんでもないしね。うん、まあそういうものですわ、ね。はい。まだよくわかんなくなってきました。ご視聴ありがとうございました